皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なアーティストを迎えしてお送りしている番組ですけれども、今回も素敵なアーティストを招きしております。ではアーティストの1曲からどうぞお聴きください。See you.
はい、ということで、今日のゲストはシンガーソングライターの、千穂子コソナーさんです。こんにちは。こんにちは。千穂子さん、本当に素敵な曲を、弾き語りしていただきましたけれども、ありがとうございます。はい、ご自身で作詞作曲をして、ピアノも弾かれてということで、はい、どのような、何でしょう、経緯でこの弾き語りをするようになったんですか？音楽はずっと勉強してきて、はい、音楽の大学にも行って、でピアノの先生をずっと続けていたんですけれども、でも作曲ってずっとしたことがなかったんですね。あ、そうなんですか。はい、でもある時から音が聞こえてくるようになりまして、はい、それでその時思わされたことや語られた御言葉を歌詞につけて歌ができるようになって、たくさんの歌を神様にいただきました。そうですか、はい、聞こえてくるっていうのはもう本当にこう、それはピアノの音なんですか、それとももっとこういろんなオーケストラの音なんですか？いろんな方にどんな風に聞こえるのって聞かれるんですけど、はい、説明難しい。そう、 USB スティックとかあってパソコンにつなげたらいいんですけど、そうもいかず、ほとんどはオーケストラで聞こえてます。そうですか。でそれをそのピアノで再現するっていうことをしていて、作曲の自分には賜物はないんですけれども、その音をこう聞き取ってっていうことでいろんな曲ができるようになりました。なんか独特のっていうのかな、千穂子さんの世界観みたいなのがあって、そしてなんかその音色が本当に言っているように、こうピアノだけじゃなくていろんな音が聞こえてくるような感じがしました。はい、曲2曲作曲家のプロの作曲家の方にアレンジをお願いしたんですけど、はい、デジタルオーケストラアレンジ、その先生が、はい、あなたがその聞こえている音がそのアンサンブルで聞こえているっていうことがよくわかりますって、ピアノの弾き語り音源をお送りした時におっしゃっていただいて、そうです、本当不思議なんですけど。不思議ですね。で、1枚目のアルバムは全部ピアノで、はい、弾き語りで、はい、その中の11曲も全てそのようにして聞こえてきた音でできた歌なんです。そうですか、はい、なんかこれからこう活動するときに、その今度弦楽器とかそういうのが入ってくるとまた楽しいなって、はい、聞きながらすごく思いました。してみたいことはたくさんあるんですけど、はい、ちょっとエレピを新しいのを買いましたので、いろいろ音を重ねてみたりとかやってみたいと思います。もともとのそのスタイルというのはピアノはクラシックの、クラシックです。ずっと、はい、ですから聞こえてる音がとても変わったものなので、苦労してます。それをこう聞き取って、はい、で楽にし て、そうなんです。でもすごいですね、その本当に聞こえてくるっていうのはやっぱり天から、はい、授かった賜物っていうか、はい、そういうことですかね。感謝しています。はい、じゃあ、2曲目なんですけれども、はい、どういう曲ですか？Who Am I という曲で、はい、私のその私自身の等身大のことを歌っているものなんですけど、前半はその神様の愛を知らずに、暗闇の中を歩いていて、後半はその神様の愛に触れていただいて、もう私は誰ですかと聞くことはなくなったという歌です。それでは、2曲目 Who Am I どうぞお聴きください。包むほど降り積もった白い雪。
次の歌は支え合いという歌です。どんな方でも支えて差し上げたり、自分自身が支えていただいたり、そういうご経験がおありと思います。支える側と支えられる側、立場は違いますが、お互いの心の中には同じものが流れています。そこには愛がありますよね。一つお証しをさせていただきます。私の家の近くには無人野菜というものがあるんですね。お友達に初めて連れて行ってもらった時は本当に嬉しくて、たくさんのお野菜を買い込んで、すぐに思ったことが、別のお友達にも教えてあげようって、そういうことでした。人に親切にしていただくって本当に嬉しいですよね。でも不思議なんですけれども、人が心地よいって思うことをして差し上げるともっと嬉しいんですよね。神様の愛を知った喜びをお伝えすることも同じです。私は人生の嵐に見舞われまして、瀕死の状態のところを神様にこの命を拾っていただきました。ですから、あの時のことを忘れることはできません。そして私の心の中だけでそのことを留めておくのではなくって、一人でも多くの方にお伝えしたい、その思いで未熟な歌と拙いピアノではございますが歌わせていただいております。神様は人の初めにアダムを作られました。そして一人でいるのは良くない、そうおっしゃってイブを作られました。
私たちは互いに支え合い、愛し合い、分かち合いながら生きるものとして作られ、生かされています。この歌は、もう2年ほど前に震災があって被災された方々のことを祈っていた時に音が聞こえてきて生まれた歌です。この神様の恵み、愛の輪が少しでも広がっていきますように、イエス様にお力をいただいて歌わせていただきます。支え合い。
ありがとうございました。2曲続けて演奏していただきましたけれども、なんか本当に先ほどから独特の世界観が あって、なんかこうしんみり、なんでしょうね、日本人のその魂にすごくこう語りかけるというか、そういう印象を持ったんですけれども、はい、なんかそういう周りの方の反応とかってありますか？そうですね、その私自身がその音がいただけるっていうことが、はい、ものすごく癒しであり慰めであり希望を持つことができることなんですね。で本当に人生の嵐に見舞われまして、大変なところを通りましたけれども、この音をいただけるようになってから人生が変えられていったんですね。ですから一人でも多くの方に、その上川教をお持ちの方にお聞きいただいて、特に失望の中におられる方とかに聞いていただきたいといつも思っていて、はい、それがもしかしたら歌に出てるかもしれません。そうですね、はい、いやなんかこう演歌に通じるものがあるというかねこの間お聞きいただいた方で、はい、演歌のような感じがするとおっしゃってる方が、はい、でもそれはなんか本当にいい意味で、はい、すごくこうやっぱり演歌っていうのは本当に日本全国っていうのかな、やっぱり日本人にしかわからないというか、はい、そういうこうわびさびっていうか感動があって、なんかそれがこうじーんと感動が残るんですよね、はい、なんかいつまでも聴いていたいようなそんな感じがありがとうございます、はい、しました。これからの活動の何でしょう、目標だったりビジョンみたいなものはありますか？はい、ビジョンは、はい、前は持っていたんですね、でも今は自分の思いを持つことをやめました。私は正直いただく歌がゴスペルですから、はい、教会で歌いたいっていうビジョンを持っていたんですね、うんうんうん、でも実際に歌のご依頼が来るお話っていうのは町の福祉課であったり病院だったり、はい、施設だったり幼稚園なんですね、うん、そのクリスチャンではない方たちばかりのところのお招きで、最初は戸惑いも多くてどうしようと思ったんですけれども、でもそれが御心であれば、だからそれを御心をちゃんと聞き取れる心を持ってそれに従っていけたらと思っています。そうですか。でも教会のね外に出てこうそういう歌うチャンスがあるっていうのはすごくこう恵まれているというか、歌いたくてもそういうチャンスがない方もたくさんいるので、はい、そうですね、とても皆さん不思議に思われるようで、私も不思議なんですけれども、そういうところなのにゴスペル歌ってもいいですよ、うんうん、お明かししてもいいですよって言われるので、え本当ですかってこの12月にもそういうコンサートをさせていただいて、たくさんの方が来てくださいました。そうですか。やっぱりそれはなんかもう千穂さんのそのなんていうんですか、キャラクターっていうのかな、すごくこう謙遜な、もうずっと初めてお会いした時から本当にいつも謙遜にね、こう謙虚な姿勢っていうのをすごくありがとうございます。すごく感銘受けていて、はい、だから周りの人がその千穂子さんの語れるその言葉にすごくこう心開いてるような感じがするんですよね。ありがとうございます。ぜひいろんなところで、はい、今年も歌い続けていただけたらと思います、はい、どこにでもお伺いして、はい、これは、はい、ホームページを持っている、はい、ホームページもブログもございます、はい、チホコ・コストナーで検索していただけたら、はい、でこのコストナーっていうのはご主人の名字で、はい、ドイツの方、はい、ドイツ人です素敵ですね、はい、いろんなどういう出会いだったのかって聞きたいぐらいですけど、いつかですね、はい、はい、チホコさんにとってで、まあ、これ全ての出演していただいている方に聞いているんですけれども、賛美っていうのは、はい、一言で言うと何ですか？はい、そうですね、一言でっていうのは難しいんですけれども、はい、ライフライン、ライフロープ、私にとっては命綱で、この音をいただけるようになってから特に変えられていったので、
そして以前はそれを受け取る側それだけだったんですけれども、今はそのいただいたものを自分で独り占めしないで、一人でも多くの方に差し上げたい、聞いていただきたいっていう思いがあって、うん、その使命、生きる意味を神様にいただいていることなので、はい、ライフラインですね。ライフライン、もうなくてはならない、はい、そういうものなんですね。ね、食べ物とかこうそういうことと同じように、うん、賛美がもう、はい、生活になくてはならない、はい、ものだっていうのは本当にすごい素晴らしいなと思います、はい、ぜひこれからも、はい、いろんなところで歌って、はい、そしてその賛美の素晴らしさを伝えてください、はい、番組をご覧いただいている皆さん、いつもありがとうございます、この番組では、皆さんからの、この番組に対するリクエスト、また感想を、募集しております。ぜひ、ホームページから皆さんのお便りをお聞かせください。そして今年も、さらにパワーアップして、たくさんのアーティストを迎えして番組をお届けしてきますので、ぜひ皆さんのお祈りと、サポートをこれからもよろしくお願いいたします。それでは、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また、来てください。はい、失礼します。